恐縮です。失礼します。東亜テレビの木南と申しますが。準備中でしょ今。いやもう10時分かってるんですけども、成田お伺いしたんですけども全然話していただけなかったので。話していただけないって言ったって、準備中の札かかってるのにこうやって入ってくる方がおかしいんじゃありませんか。どちらの方です。東亜テレビの木南と申しますが。東亜テレビって言ったって僕には分かんないし、あなた方がどこの人か分からないし。もうそれは十分分かってるんですが、もう成田での混乱で一言も聞けなかったもんで、一つ皆さん忌憚のないところをお聞かせ願いたいと思います。ロス疑惑について、まあこれだけ長引いて表にも報道陣と世間の注目が集められている中で、まあ、私の考えだけで申し訳ないんですけども、マスコミがこのように一人の人間を追い詰めていくという、もし三浦さんがロス疑惑に対して潔白であるということであれば、一人の人間を抹殺してしまう、マスコミによって抹殺されるという重大な、なんていうんですか、こう日本の、一人の人権問題だというふうに僕は考えてるんですけども、三浦さんはどういうふうにお考えでしょうか。いや僕はそういうことはともかくとして、現在準備中の札がかかってて、僕だって仕事やってるし、これからやることがあるんですから、失礼でしょあなた方のやり方が。人権人権って言ってあなた方のやり方自身がそういうことを平気で無視してるじゃありませんか。いやまあ私たちもそういう競争世界の中での取材なんですけども、それはあなた方の競争であって僕にとって何の競争でもないし、あなた方がロス疑惑ロス疑惑ってやりたければ勝手にやればいいんであって、僕に何の関係がありますそんなこと。最後にあれなんですけども、三浦さん本当にあれなんですけども、こうなんていうんですか、こうロス疑惑についてみんなが思ってる疑惑だと思うんですけども、ロス疑惑について無実ですか有実ですか、最後のところ本当のところを聞かせていただきたいと思うんですけども。そんなことあなた方に僕が言う必要ないし、あなた方大体何の気でいいんですか。裁判官検察官警察官の気でいるんですか。冗談もいい加減にしてください。あなた方がやってること自体が他人に対してな疑惑って言っておきながら、平気でこうやって固く住居不法侵入してるでしょう。誰の許可でここに入ってるんですか。ジャーナリストとしての使命感もあると思うんですけども、ジャーナリストってあなた方がやってるのは商業主義でしょう。コマーシャリズムの中で視聴率が上がる、販売部数が上がるっていうこと、面白ければいいっていうだけでしょう。それだったらなんでちゃんとアポイントメントを取るとか、ちゃんとした形で入ってこないんですか。アポイントメント何度もお電話したんですけども、東亜テレビに対しては一切取材拒否であるというふうに奥さんにも言われましたんで、こうやってあなた方が今までやってきたことを考えれば当たり前じゃないですか。なんで僕がそんなことに、あなた方がいい加減にやってることに対していち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 会って商談するかごとく面談しなくちゃなんないんですか。とにかく一言だけ答えていただきたいと思います。ロス疑惑について三浦さんは無実ですか潔白ですか、それとも皆さんが推測なさってる通りですか、はっきり答えていただきたいと思います。それはあなた方が勝手に考えて自分たちが面白いようにやればいいでしょう。僕にはあなたになんか答える義務もないし、とにかく出てってください。視聴者を代表して今日は聞きたつもりですから、一つよろしくお願いします。あなたが視聴者の代表だなんていうのはうぬぼれですよ。大体芸能レポーターが視聴者の代表だとか、誰がそんなこと規定してるんですか。少子千万だと思いますよ。こうやってあなたと話してる最中だってカメラ回してるでしょ。そういうやり方があなたたちのやり方でしょ。ただフィルム何フィート回せばいいっていうだけであって、国民のなんていうんですか、こう一つのこう重大な関心事として僕は聞きに来たつもりなんですけども、あなた方は国民を代表してるなんて僭越すぎると思いますよ。国民1億人のアンケートでも取ったんですか。待ってるカメラ、一言だけ、あなた方平気でやってるでしょ。一言だけ最後にロス疑惑について聞かせてください。お願いします。出てってください。とにかくあなた方にお話することないし、こうやってカメラ構えてることだって失礼でしょう。なぜアポイントメントなり何なり取ってこないんですか。いや本当これはね、三浦さんがもし無実だとおっしゃるなら重大な人権問題だと思うんです。あなた方に言うべきことじゃないでしょ。マイクなんかやめてくださいよ。その店内で冗談もいかんにしてくださいよ。いやもう失礼なのは重々分かってるんですけど、一言だけお願いします。だからやめてくださいって言ってんでしょ。一言だけお願いします。やめてくださいって、とにかく出てってください。いい加減にやめてくださいって言うでしょ。カメラとかテレビやんの撮ってるかちゃんと。そういうこと一言だけお願い、いい加減にしろ。もういい加減にしてくださいよ。出てってくださいよ。一言だけお願いします。それで器物破損だなんだかんだって言うんだったら、あなた方の方で訴えればいいんだって。皆さん一言だけ、僕の占有する場所なんだから一言だけお願いします。一言だけです。一言だけで結構なんです。一言だけで結構なんです。冗談じゃないですよ。